スターシードライトワーカーのお仲間の皆さん、こんばんは、マリアです。今日も最近の気づきをシェアしていきたいと思います。最近思うのが、なんかいろいろな外側の出来事にあまり左右されなくなったなっていう感じがしていて、まあ、外で 何かすごい騒いでいても、自分の内側ではいつもだいたい同じような、落ち着いた感じをキープできているような、そんな感じがしています。で最近父親が3回目の接種を受けたんですけれども、その半年前の1回目2回目の頃に比べて自分の気持ちが全然違って、自分の今の意識の位置があの時とは本当に違う場所にあるなっていうのをすごく実感しています。半年前はやっぱり、どうなっちゃうのかなみたいな不安とかが結構あったんですけれども、今はもう全くそういうのはなくて、もう父の魂の選択を信じる、だから自分にがなんか言うことは何にもないみたいな、そういう気持ちになってる自分がいました。自分は打たないけれども、でもその人にとって、打つっていう選択は、その人の本当に自由だし、魂が選んでいることでもあると思うから、もうそこに関しては本当に信頼するというか、もう何も言うことはないっていう感じです。で最近すごく思うのが、やっぱりこの地球で地球人っていうのは本当に感情が豊かで、いろんな感情があるからこそやっぱり言い合いになったりとか、意見の食い違いみたいのも起こったりするけれども、これからはやっぱりそれぞれの選択をそれぞれが尊重し合うみたいな、そういう流れが、こう揺るぎないそういう流れがあって、だから人の選択にとやかく言わないし、なんか言われるのも嫌だし、そのそういう方向に進んでるような気がしています。で父のその3回目の接種っていうのがあって、自分の半年前の意識との大きな違いっていうのに気づいて、でより今はもっと高い位置から引きで物事を見られるようになっているし、その目の前の幻想を幻想として見ることができるようになっている。だからそんなに揺れないし、自分の内側にこう集中して自分を保つことができている、そんな気がしています。